はい、えー、どうも、石谷です。今回、ですね、えー、一般のお手伝いフォームからお手伝いただいたような回答をしていきたいと思います、えー。YouTube の再生回数がつかないのはなぜですか、えー、最初はサムネイルもつけないことは知っています。サムネイルもつけないことは知っています。アップして最初の動画と2回目の動画には再生数がついています。チャンネル登録者数もいます。タイトルも検索やしやすいタイトルをつけています。健康などです。よろしくお願いします。はいまあ、こちらはですね、単純にまず えー、表示されるデータの誤差がある、まあ、誤差というかそのなんだろうな反映されるまでちょっと時間がかかったりします、うんはい、だから実際に、えー、僕もそうなんですけど管理画面上で,で管理画面上で見てる再生数管理画面上で出てる再生数と一般に表示されてる再生数が再生数が若干誤差があったりしますだからまず1つ目は誤差があるということですね、うん 基本的にであとは、えー、単純に見られてないと、うん、その検索しやすいタイトルをつけたとしても検索され要はじゃあうん例えばじゃあ健康などということなんですけどじゃあ健康のタイトルをつけてる人で YouTube にアップしてる人何十何百万動画ありますかって話で例えばじゃあこの質問を裏返すならばいやけあの。 健康に関するブログ作ったんですけど全然アクセスが集まりませんいや健康ってみんな多分気をつけてると思うんですよっていう質問と一緒なんですよ申し言いますねあのー、健康ってみんな多分興味ありますよねとで健康ブログっていうのを作ったんですけどなかなかアクセスが来ないんですけどどういうことですかとっていう質問と一緒なんですよだからそれはライバルもいますからライバルに勝つために、えー、まずやるべきことっていうのはその市場のリサーチですよね どういう健康でもいろんなキーワードがあるじゃないですか健康ってでかすぎるんでビッグキーワードですねまあこれはサイトアフリエイトをやってるあやさんも動画で言ってましたけれどもあのニッチに絞れと、うん、ニキーワードをニッチに絞って専門性を出したみたいなことを、まあ、まあこれサイトアフリエイトするときも、まあ、原則としてちょっとあったりとかするんですけどもビッグキーワードだと埋もれますから、うん、例えば どもっと分かりやすく言うと、まあ、東京ホテルで検索した時にね東京ホテルで絶対検索する人めっちゃいるじゃないですかでもライバルめっちゃ多いんですよだけど東京の何々区とかね何々区のホテルとか旅館とかにするとこうあのアクセスが来やすくなったりするわけですよだからそこはあ勉強しする必要がありますし まあ勉強って何かっていうと自分と同じジャンルで再生されてる人はうんどういう感じでやってるのかっていうのをまずモデリングしていくでそれを真似ていくであともう一つはそのチャンネル登録者数の、えー、人数によって露出が変わります、まあ、僕もそうだったんですけど僕もですよ今チャンネル登録者数2000人ぐらいいますけれども一番最初全然なかったですで、えー、動画をアップロードしても1とか2とか 0, 0もありました 僕も最初ゼロありました今はさすがにゼロはないんですけどあのー、そんな状況なんですよだから YouTube 始めたばっかっていうのはそんなもんですそんなもんです、はい、だからまあチャンネル登録者数が増えていくにつれて露出も関連動画に表示されやすくなったりしますんでこれはですねまずチャンネル登録者数1000を超えるとまず露出がちょっと広まって、えー、5000だったかな、まず 1000、まあ、ぐらいでまたちょっと上がると思うんですけど大きく変わっていくのが15001万ですね15001万ですこのあたりでどんどんその露出がどんどん変わってきます特にこの前その僕の熟成さんで YouTube やっててチャンネル登録者数が1万4000ぐらいあるんですけど今でアドセンスの広告収入が今7万8万まあ対談も届きましたけど、まあ、その方も言ってましたけど1万超えたら一気に あの増えましたって言ってました一気にもうあの上今までの、まあ、ずっとデータ見てるわけじゃないですかどれぐらいのチャンネル上登録者数の上昇かって見てて1番を超えたらもう一気にバーってあの増える確率というか、ねまあ、その露出する確率が増えるんでだからそれに伴って登録者数も増えるっていうことを言ってましたね、はい、ということでいただいた質問に対しての回答させていただきましたありがとうございます